大学の時はまあ最初もう入学式の前にもう練習始まってて、で3日目ぐらいの練習でもう強度ついていけなくて、そこで足骨折しちゃって、でも最初はもう4ヶ月ぐらいリハビリでみんなから遅れるスタートってなって、4ヶ月長っ。まあそういうちょっと苦いあんま良くないスタートでしたね自分は。大学の最初の思い出は高校と違って、なんかいろんな県から来ていろんな方言が聞けてなんか面白かったなっていうのが印象的でした。じゃあここで方言を一つ。方言一つお願いします。三河弁で例えばこの服かっこいいじゃんとか、はいじゃんじゃん、うん、じゃんだらりん。三河弁はだらりん、じゃんだらりん、この服かっこいいじゃん、このリンバージョン、リンバージョン、この服貸してみりんとか、そんな感じです。キラーワンズに来て、まあ俺は最初来たのが10、ちゃんと来た、来るようになったのが11月で、その時はもうお母さんはじめいろんな人にお世話になったっていう感じかな。で年明けまた来て、相変わらずお母さんに毎日お世話になっている状態かな。最近はあんまりお母さんに怒られてないんでちょっと寂しいところもある。怒られたい若干 M です、ね、でも最初シュンと会ったのがあれだよ、キャンプ途中りょうくんの部屋に俺が行ってそれで話したっていうのが最初。俺がこのギラバンツに来たのが、まあ、遅れてきて大学の関係もあって、まあ、遅れてきてキャンプの途中から来たんで、まあそうですね、ひろきと会ったのはその部屋でいた時にひろきが入ってきて初めて話したって感じです。その時の第一印象は静かな真面目なやつだなーって。もういいけど。まあ俺はあれかな、前が結構変わり者だから、あなんか普通の人が来てくれてめっちゃ嬉しかったっていう感じかな。じゃあ俺はしっかりしてたと。まあ欲を言う、今はもうあの全然面白くない。面白いことを言おうとしてるけど面白くない人っていう感じです。で毎回それに突っ込んでくれるんで、ひろきは。いやもう最近突っ込んでないです。まああとエピソードは自分が車持ってないんで、行きと帰りはもうひろきに乗っけてもらって、まあ大体毎日一緒にいますね。確かにみんなになんかちょっと怪しい関係じゃないかって思われてますけど一切そういう関係ではないんで、ここでそれは言っております。今週入社される皆様おめでとうございます。ギラバンズ北九州の平山俊です。前田博樹です。1年目は苦しいことや大変なことがたくさんあると思いますが、お互い1年目として頑張っていきましょう。ネガティブに捉えず一つ一つポジティブに捉えてお互い頑張っていきましょう。皆さんおめでとうございます。俺からいきます。いいよ、じゃあ前回行って。じゃあそうですね、僕明治大学なんですけど、入学式で印象的だったのは社交ダンスのサークルがオリエンテーションやってて、多分サッカーとかやってなかったらそういうのに入りたかったなって純粋に思いました。なんでそうですね、入学する人に向けてはそういうちょっと興味深いサークルに入ってもいいんじゃないかなって思います。なんかあります？富岡話題は特に印象なかったです。本当に入学式の時は話聞いて終わっただけですね。
チで何もない。大丈夫ですかこれ。だってもう歴史がないんだもん、東院。明治と違って。大丈夫ですか。東院結構ふざけたやつが多くて、まあ自分分かんなかったんですけど、分かったのはこれ大学3、4年生の時だったんですけど、同い年にその裏で初対面見た時に、あいつ小呼びじゃねみたいなのが裏で回ってたらしいです。そんな似てる？始まった最初ぐらいからも俺が知らないとこで回ってたらしいです。先輩は小籔。そんな似てますかね。逆に明治は何かあるサッカー部。あ、俺もあれっすよ、俺平井健って言われてましたよ。どうすか。それはもろ。確かに似てますよね。それは似てるわ。平井健とは言われてましたけど、確かに、まあ、カルドナ前でやらせてもらってました。名前はちょっとね、なんかちょうどいいしな。カルドナ前で平井健。俺のお兄ちゃんはカルドナ健っす。ちなみに全然似てないっす。まあ練習が思った以上にハードですね。あ、それはそれはね、入学というか、まあまあ GA 大学はもうかなりハードだったんで、あれ以上にハードな練習はないと思うんですけど、まあギラもなかなかやりますね。それは結構。逆に、どんな話？だって当院とかは、そう、当院本当もうなんか練習終わってもなんか練習今日やったみたいな感じの体なんですよ。終わって。らしいっすね。そう、本当にそれ全然走らないし、だからもうこっち来た時にはもう体全部もう全身筋肉痛で、もう最初なんてもう離脱しました。普通にきついっすよね。いや本当にきつかったっす。なんだこれは。そうっすね。ついてくのやっとでした、ね。あとこれなんかあるあるみたいになっちゃうんですけど、シャワー室で出します、止めます、最初全然わかんなかった。あとあとなんか繋がってるらしくて、シャワー室の水の出所だから止めると、ね、そう、ね、違うところがの勢いがかなり強くなるから、シャワーの、まあ、先に言っとくみたいな。その出します、止めます。これは確かにギラワンツだけかもね。ギラワンツあるあるっす ね。確かに最初は誰もが何それってなるよね。誰何それ。俺もなったもん。それ雄大に多分なんか駅で会って、何歳って何歳って聞いて、お前らしいです。俺そんなことやったっけ。やったらしい。雄大は見て何歳。でもそれ話したもん、雄大。ああ、その新体制トークでやったんすか。やったやった。それ見てないんすよ。あ、雄大が言っとった。いやでもこれ俺の、いや雄大さん、まあ、これ褒め言葉でもあるんですけど、若く見えますね。正直20歳ぐらいだと思ってましたけど、今俺の一歩です、うん、確かに俺の代23だ、まあ、まあ申し訳なかったですけどね。しょうがないっすよね。しょうがない。そう、まあでもな、分かんない人に対してはまあ普通は敬語やけどな。最初はな、まあ明らかにちょっと若く見えたっていうのはありました。だから、まあ、そうっすね、まあ、初対面の人には敬語をしっかり使うっていうのは大事ですね、やっぱ。まあ普通や。普通。大事っていうか普通や。今春入学入社される皆様おめでとうございます。ギラバンツ北九州の佐藤良樹です。カルドナ前です。やるなら自分のやり方、自分のスタイルで道を切り開くっていうのは、まあ、自分が一番大事にしていることなので、まあ、必ずそれを評価してくれる人はいると思いますし、まあ、自分のやり方でやるからこそ後悔もないと思うので、お互い頑張っていきましょう。僕はまあ2年目なんですけど、まあ、1年目のことを振り返って今アドバイスするとしたら、まあ、うまくいかないことはまあたくさんあるんですけど、まあ、そこでどれだけまあ自分に矢印向けて、まあ、
将来を見据えて頑張れるかっていうのが大事だと思うので、まあ、2年目になってもまあ初心というものは忘れないでやってるつもりなので、まあ、初心というのは常に持ち続けながら、皆さん頑張ってみてください。皆さんおめでとうございます。